ャレンジしようと、ゴールを目指そう、残り45分チーム全員で戦おうという、ことで選手を送り出していきました。クロスが入ってきた、シュート決まってしまった。あーセレッソ、これは山根とはクロスだったんですけれども、今のちょっと不思議そうな顔している大久保裕二監督。あ、今なんか抜けてきたボールがそのまま行ったんでしょうか、今の場面なんですが、ここで山根が左前のスペースに出てきてパスを受けて、このクロスワンバウンドして、浅田の右足当たってるんですかね、ちょっと確認できませんでしたけれども、山根のゴールです。